祭壇カトリック広崎教会は青森県広崎市にあるキリスト教カトリック仙台教区の教会及びその聖堂、1910年に広崎天守校教会として建設された。1910年に建設された東京街道はロマネスク様式を基調とし、切り妻屋根正面に先頭を配置し、左右隅の柱が特徴的な外観となっている。内部は 木製のクロスリブボールトが組まれ、リブボールトや柱の濃い茶と、天井や壁の白漆喰のコントラスト、1984年に設置されたステンドグラス、また特に祭壇が印象的なものとなっている。祭壇は、1866年にオランダロールモンドで製作され、アムステルダムの教会に設置されていたもので1939年に、 当時の主任司祭であったコールス氏が譲り受けて、東京街道に設置したもので、ゴシック様式の総ならせ高さは8メートルに及ぶものとなっている。広崎でのカトリックの布教活動は、1874年に、パリ外国宣教会の宣教師有部氏による、大広氏が最初と言われているが、本格的な布教活動は1878年に、 それまで函館で布教活動をしていたマラン氏が、広崎で民家を借りて始めたのが東京会の始まりとなっている。その後、1882年にマラン氏の後を継いだ法ー,ー氏の元現在地に、教会堂が建設された。現在の教会堂は、当時の主任司祭、モンダグ氏の元改築されており、設計は建築の心得があったと言われる、氏を招き、は、 堀江佐吉の弟であり、自らもクリスチャンであった、横山常吉が受け負っている。大宇本線広崎駅からバスで10分、広崎文化センター前下車、徒歩5分。ありがとうございます。